はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、これから3回シリーズにわたってお送りします。志望校を選ぶときに親がしてしまう3つの勘違いです。それでは本日も西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、志望校を選ぶときに親がしてしまう3つの勘違いということで、由美先生に挙げていただきました。3つあるようですね。1つが学費の勘違いで、もう1つが倍率の勘違い、そして3つ目が、日程の勘違い、二次試験三次試験とかのある学校に対するその、偏見というか、思い込みのような話だと思うんですが、今回はですね、まず学費の勘違いからお話をしていただこうかなと思うんですね。で、よくある話がやっぱり学費が高い学校はいい学校とか、そういうイメージなんですかね。そうですね、なんかすごく学費が高いと、いろんなところの設備が良かったりとか、いい先生がいるとかね、なんかいい先生がいるとか、よくありますよね。こう品物でも、同じ品物でもね、似たような品物でも、高い品物はやっぱり値段が高いのはいいもの、値段が安いのはちょっとチャチかなとかってこう思いますよね。 T シャツも2万円とかありますからね。そう、2つでね、900円のもあればね。そう、だからそのなんとなくよく分かってないと、学費がね、高い学校がレベルが高くて、学費が安い学校はレベルが低いってこう思ってる方が結構いらっしゃるんですよ。ありますね、きっとそれはあるでしょうね。そうなんです、で、確かに学費を見てみると、年間ね、こう100万を超える小学校だったり、すごいと200万近いところもあったりしますよね。で、だいたい100万超えか80万年間ですよね、80万前後、でも年間50万で授業料、ちょっと含めたり設備費、給食費とかいろいろあるんですけど、だいたい50万円から80万円の間の小学校っていうふうに、だいたい値段的にはそういうふうに分かれるかなとは思うんですね。でも、そのじゃあ50万円だからね、安いからね、これは大した学校じゃないっていうふうに思われる方があるんですけれども、でも決してね、安いからレベルが低いっていうことではないんですね。で、よく私なんか、この学校すごいいい学校だなって思ってて、パッと学費を見てみると意外と安かったりするんですね。そうするとあらーとかって思うことがあるので、そういう安い学校だからレベルが低いんじゃなくて、それはできるだけね、学費は安いに越したことはないのでね、逆にやっぱりちょっとうちはそんな高い学費はね、払うことができないんだと思った時には、そういう学費の面からをから学校を探してもいいんじゃないかなとは思います。そうですね、やっぱり私立って公立と違うところは、親もお金を払う、本来ならばそれは税金で賄えるところを、わざわざ、お金を出してまでその学校に来る、託してね、学校にしてみたら、それが100万だろうが80万だろうが50万だろうが、学校の方はお金を出していただいてこの学校に来てるっていう、そういうこうお互いの関係性っていうのがすごくあるので、決してね、学校側もやっぱりお金をもらってる以上、それなりの教育をしようという責任を持って、自分たちの信念に基づいて教育をしてるなっていうのはすごくよくわかります。だから一番やっぱここでちょっと名前を言うわけにはいかないんですけれども、私は把握してるんですけれども、ともかく安くてお得な学校っていうのはあるんですよ。ありますね。あります。いくつかあるんですよ。だからそういう学校を探すという、それが一番ね、親として、志望校を選ぶときにね、参考にすると、この学校はやっぱり学費は安いから絶対良くないのよっていう考え方で
志望校は選ばない方がいいなと思います。そうですね、だからその年間50万円って言っちゃうと、まあ塾通わせてなんか習い事ね、ピアノとかバレエとか通わせてしまったら普通に年間50万円以上しちゃいますもんね。超えます、意外と私も一回ちょっとうちの長男の時に試算したんですそうちょっと見てみたことがあるんですよね、私学に行っておきながら見たら、まあ、ある有名なそういう中学受験のところを見ました、うん、確かに授業料は安いんですけれども、はい、施設費、教材費、それからまあ教室維持費、もうそれ入れたらすごい値段になるんだなっていうことを私はびっくりした覚えがあるんですけれども、いや本当に公立に行ってそれだけ のお金をね、塾とかには費用かかりますのでね、うん、で一応そういう小学校って私の知ってるとてもいい、はい、年間安いんですけれども、うん、でもその学校でわからないことっていうのは職員室で先生たちがやっぱり教えてくださるそうなんですよ。あ、とある学校は、うん、はい、それはちょっとお得じゃないかなっていう。そうですよね、はい、もう歩行がいつでもできるよっていうことですよね。そうです、うん、だからそれとあと毎日日記指導があるとか、うん、そういうのっていうのはなかなかねお金に換えられないものってあるなと思うので、そういうところはぜひ調べてね、受けてみたらいいんじゃないかと思います。だから値段が授業料が安いからといってレベルが低いわけではなくて、もう私たちの理想としては授業料が安くて、安いけど一生懸命教えてくれる学校っていうのありますので、そういうところを見つけてね、受験をしたらいいんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました、はい、ではですね、次回は倍率、受験倍率について絡みながらお話をしていただきたいと思います、はい、まあ、こういったお話今回は、ね、学校名具体的に出しませんでしたが、6月の、ね、セミナーではね多分お話聞けると思うので、そうですね、興味ある方はやっぱりちょっと名前は公に出すのはね、うん、なんですけど、それは私が、うん、まあ、調べた結果ということなので、うん、はい、ぜひ ね参加していただけたらと思います、はい、ちょっといやらしい言い方しちゃったかもしれませんけど、この6月22日の説明セミナーですね、セミナーでは具体的な学校名もどんどん上げますし、本当に動画ではとてもお話できないようなお話もたくさんいつもして、皆さんとても驚かれて帰ってかれることが多いセミナーですので、ご興味ある方はぜひご参加ください、はい、まだ席ございますのでお待ちしております。ぜひ参加してみてください、はい、なかなか面白いかなとは思ってます、うん、そうですね、はい、いつも面白いですねそうですね、はい、はい、またメールマガジンも、ご登録お待ちしております。セミナーの、優先的な、ご案内や独自料金のご案内、そして独自動画の配信などを、予定しております。子育て幼児教育相談会、平日と土曜日に実施しております。由美先生とマンツーマンで子育てに関するお悩み疑問とお答えいたします。こちら遅い時間も対応しておりますので、お仕事ある方、お仕事帰りにちょっと寄ってこうかなとかいうことも可能です。遠方の方もスカイプなど利用することができます、体験授業受け付けております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております、ね、実際に教室に来て、フレンドリーな雰囲気感じていただければと思います。実はフレンドリーって遅い時間もやってるんですよね。そうですね、今年中さん特別に7時からやってる子もいるのかな。そうですね、5時45分に来る方もいらっしゃいますし、それはなんかお仕事がお母様も終わって、うんうん、それで子供の預かりも終わって帰ってきてからなので、5時45分からっていうクラスもあったり、うんうん、はい、いろいろありますのでね。そうですね、はい、もう本当に共働きの方も多くなっているので、生活スタイルに合わせた展開をしております、はい、お忙しい方でもご興味ある方はとりあえずご連絡いただければと思います。はい、教室へのお問い合わせ先 03-3390-0750 番です。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き、小学校受験のこと、子育てのことをお話ししていきたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、お待ちしております。はい、ありがとうございました。それでは明日はですね、倍率の関係のお話ししていきたいと思います。お楽しみにしていてください。では失礼いたします。